よろしくお願いします。もごもごで以前の動画で説明しましたが、ぴょんがんごんじゅという国立の姫は、名門貴族より国最高の貧乏男と結婚することになります。とても素敵な物語なんですね。で、この二人のこと、皆さんどう思いますか一国の姫が、 高級貴族との結婚を諦めて国の一番の貧乏男と結婚をするというのが現実的にできることなんでしょうか、えー、なので今日は一応記録上の2人の話を見てみましょうじゃあ一旦、えー、韓国の古代の歴史書といえば三国詐欺が一番と言われていますがこの三国詐欺の記録を見てみると オンンダルテンとといいうのがきちんと書かれていますこの中の話が皆さんがドラマで見たまたは韓国人が物語で知っているその内容と全く同じなんですねつまり皆さんはドラマで見たと思いますがそのドラマの基本的な流れは実際にあったことということなんですね しかし皆さんも分かると思いますが朝鮮時代にも文昌、えー、ワンの時代なんですがものすごくお金持ちの娘が、えー、なんか貧乏の炭火屋さんと結婚したという物語が作られたことを以前の動画で説明しましたね、えー、つまり、えー、これは朝鮮時代もこんな感じなのに古代だったらもっとそうかもしれませんねつまり物語を作る、えー、作家さんは昔からいたと思います えー、つまり、オンダルとピョンカンゴンジュは実際にいる人物なのは確かなんですが、えー、オンダルが本当に、えー、貧乏の男だったのか、それは少し考える必要があるかもしれませんね。えー、なので、えー、日本書紀に書かれている当時の国理の記録からちょっと見てみましょう。国理の、えー、23代王、アノノアンの時代なんですが、 えー、このアノンの第一王公、まあ、つまり正室に子供がいなかったため、息子を産んだ側室が2人いたんですが、この2つの家門がお互い、えー、後継者の席を置いて、えー、戦争をすることになります。つまり国理は、えー、後継者の問題で内戦が起きてしまいましたね。 この時にかなりの人が、えー、結構殺戮されたらしいんですがそこで勝利した家紋の、えーまあ、後継者が王になってそれが24代王のヤゴなんですね。 えー、ヤオナンが即位しても、やっぱり、えー、ちょっと内戦がとても大きかったので、えー、国栗の中の混乱は収まってなかったんですね。なので、この時まで国栗は大混乱期でした。この混乱をチャンスに、えー、白木という国の、えー、チヌワンという立派な王は、 えー、国立の領土を攻撃して、えー、朝鮮半島の半岸地域と、まあ、国旗の、えー、領土まで全部奪うことになって国旗は大ピンチになりましたね。 じゃあ、このヤンオナンの息子が、国、え、立、ー、の二十五代王のピョンオン王ですが、えー、このピョンオン王はドラマでは、えーまあ、少しちょっとあの精神的に問題がある王として描かれますけれども、えー、実際この王は、えー、今のような国立の大混乱期を抑えたとても立派な王だったんですね。ちなみにこのピョンオン王の別の名前はピョンガン王ンでした。 はい。つまり、平安公主は平安が名前ではありません。平安王の娘という意味で平安公主です。なので、平安公主の本当の名前は今は伝わってないんですね。じゃあ、とにかく話戻しまして、平安王は国栗の大混乱期を、えー、抑えたんですが、えー、それでも国栗の貴族同士の間の、まあ、ちょっと葛藤はとても根強く残っていたんですね。 ピョンオノワンが今国立は危機なのでみんな力を合わせようと言っても、えー、貴族同士はもうすでに、えーまあ、仲良くなる気は全くなかったんですね、えー、こういった危機の中皆さんがピョンオノワンだったらどうしますか、えー、やっぱり自分の勢力を大きくするために、えー、最初は高級貴族と自分の娘を結婚させようとしたと思いますねそれが以前の動画で説明したまあ呪文と同じ 人の孤子,子家紋ですね。この腰子,子家紋なら、娘の結婚相手として問題がなかったと思ったでしょう。しかし、ここで平岸公主は、えー、私は 星ではなくて平民の貧乏男と結婚しますということになるんですよ。皆さんですと、えー、この娘をどうしますかでそもそもパンガンゴンはそこまでアホな情勢ではなかったと思いますね。えー、なので、ここからは少し、えー、物語が加われたんじゃないかなと思いますね。 私が推測をすると、えー、おそらくコシカモンと王の間で、えー、なかなか話がうまく進まなかったのではないでしょうか。コシカモンはこの結婚を、まあ、チャンスで、もっと強い権限が欲しかったかもしれません。そこでピょンワンはそこまでは無理だと言って、えー、この結婚の話はなかったということになったかもしれませんね。まあ、現実的に考えるとなんですが、 えそこで、平和の案は、えー、すでに力を持っている貴族を諦めて、えー、能力のある下級貴族の家紋に注目したかもしれません。その中の一つの中つが 中国との戦闘で活躍した下級貴族であるオンダルの家門だったかもしれませんね。えー、なので、オンダルと平安公主はまは最初から結婚して、平ョ王の前に現れたわけではなくて、中国との戦闘をきっかけに、平ョ王はオンダルに自分の娘へと結婚させたかもしれません。 えー、も,うもちろん私のあくまでの推測なんですが現実的に考えたら、まあ、これじゃないかなと思いますね、えー、一旦これは私だけの考えではなくて、まあ、オンダル下級貴族説というのがありましてそういった説を支持している研究者たちは中国との戦闘の後にオンダルがもらった感触が テヒョンという、まあ、かなり大きい感触をもらったということで、オンダルがもしかして平民だったらこれはありえないということだったので、オンダルはもともと、まあ、没落した貴族か、または下級貴族だったかもしれないという、えー、まあそういった根拠になるということなんですね。これでもちろん、もともと力を持っていた貴族たちは、まあ、気に入らないでしょう。なので、オンダルのことがあんまり好きではなかったと思います。 えー、なのでここでなんですが貴、えー、族たちが、まあ、その嫉妬と言いますかまたはいじめと言うんでしょうか、えー、そういった、えー、オンダルはアホだ、えー、そしてそのアホと昆虫が結婚したというそういった噂を広げたんじゃないかなと思いますねそれが、えー、今物語になって伝わってきたかもしれないですね そして10年後、平安王が死亡することになって、その息子である26代をヨンヤ王が即位することになります。 ここでオンダルはもう一度自分の能力を見せるために、えー、白羅に奪われた汎源地域を取り戻すと言いますね。物語ではオンダルが国利を守るために、えーまあ、こういったことをしたという、まあ、話になりますが現実的に考えてみると妻である平ょの兄弟のヨンヤンワンが即位したのでヨンヤンワンの王権強化のために、えー、オンダルが動き出した じゃなないいかなと思いますね、えー、それでオンダルはシラギを攻撃しますが、えー、そこで戦死してしまったということになったと思います。えー、幸いにヨンヤン王は国立末期の聖君と言われる立派な王になりますので、えー、オンダルは死んでしまうけれどもどこたピョンガン軍需はまあ穏やかな人生を送っていたと思いますね。 えー、つまりまとめてみると、えー、最初は貴族たちの嫉妬またはいじめからできた物語かもしれないんですが、えー、その素敵な物語が、まあ、いろんな人によって、まあ、編集されて1500年ぐらい過ぎた今まで語られる愛の物語になったという私はそう考えています。 えー、ちなみに皆さんカンドラとか見てみると韓国ドラマって貧乏の女性がお金持ちの男と出会って、えーまあ、幸せになるというシンデレラストーリー多いのわかりますねこういった、えー、男に自分の人生を頼ろうとするのをシンデレラコンプレックスというのは皆さんわかると思いますが韓国にはもう一つの言葉があるんですよ、えー、こうやって女性がちょっとダメな男と結婚して、えー、その男を成長させる 焦るという、えー、そういった欲望を持っている女性をピョンガン、ゴンジュコンプレックスと言います、えー、こういったのが韓国語にあるので、えー、おそらくピョンガン。ゴンジュは、えー、ずっと韓国人の記憶に残ると思いますね。 えー、そしてこういった言葉もありますがどうしてもダメ男に執着してしまうこういった態度をピョンガン病と言います、えー、皆さん周りにもこんな人いますよねその時にピョンガンと言ってみてくださいねじゃあとにかく、えー、2人は小さいいる、まあ、人物でした、えっと ただし、オンダルはおそらく貧乏な男ではなかったと思います。えー、没落した貴族か、または家居貴族だったんですが、えー、それが平ョンガン・と結婚することになり、立派な男として成長したのは町、えーまあ、実なんですね。お題の記録なので推測しかできませんが、だからこそローマンスがありますね。今日も聞いてくれて、しんちゃしんちんちゃん、こまうよう。よろぶん、あんにょー。